教育学院卒業式を開式いたします。将来は自分のホテルを作りたいと思っています。2年間経って日本の生活してみたら、まあ、それが思う通りにはならないなって思っているので、今は自分の前のことを精一杯して、後のことはまたそれを達成した後で考えるようにしてしようと思っています。皆さんと一緒に勉強して、一緒に笑ったり泣いたり楽しい幸せでした。